今日は夏のモーニングルーティンを紹介するよ。まずは空気の入れ替えをして、暑い夏でも白湯は欠かさず飲んでるよ。意外と夏はエアコンとかで体冷やしやすいから、みんなも気をつけてね。ゆっくり白湯を飲んだら、最近またやり始めた朝ヨガを10分間 YouTube 見ながらやってる。いつも BeLife さんの朝ヨガを見てるよ。これめっちゃ痛かった。いろんな意味で目覚めた朝でした。ビタミン C は毎朝つけてる。この日は特に打ち合わせはなかったので髪はそのまま。夏はシュワッとした飲み物が飲みたくなるから、フルーツソーダはおすすめ。今更だけどオートミールにハマった。ほんと美味しいから朝お腹空いたら食べてるよ。朝から部屋をきれいにしておくとやる気も上がる。つぼみが開くまで楽しみ。ブルーライトカットのメガネはゾフの使ってるよ。月曜日無理なく頑張ろう。